奥州市水沢区の東、閑静な里山に佇む勝房寺。本堂は日本一のかやぶき屋根の建築物として知られ、国の重要文化財に指定されています。生い茂る木々と荘厳な建物の中にいると、日々の喧騒を忘れてしまいます。勝房寺が開かれたのは14世紀中期、曹洞宗第三の本山であり、東北の中心としてその尊厳的存在を誇ってきました。境内には国の重要文化財に指定された建造物が3棟あります。本堂の屋根の高さは26メートルのかやぶき屋根で、正面が30メートル、側面は21メートルあります。また僧侶の住まい庫や入り口の門総門も同じ指定を受けています。お寺には如意輪観音菩薩や釈迦三尊座像などが鎮座しています。またこのお寺には七不思議が伝わっています。昔話の文福茶釜由来の茶釜や、開くと必ず雨が降るという掛け軸など、奇怪な言い伝えが多いお寺でもあります。青いお空、緑と、それから本堂、建物と、それからそこの中で動く我々の衣を着たものと、この三者が一体でこの皆様方にお参りいただくときに多少の評価をいただくのではないかと。事前に申し込みをしておけば座禅体験ができます。ドライブや散策にちょうどいいこの季節、奥州市の勝房寺でゆったりとした時の中に身を置いてみては？